皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はダンベルで背中を鍛えるコツですね。これを4つご紹介させていただければなと思います。ダンベルで背中を鍛える場合はどうしてもね、ローイング系種目ばっかりになりがちですよね。まあプル系の種目はね、もうほとんどできないんですけども、まあなのでベントオーバーローとかね、ワンハンドローとかね、そういうローイング系の種目にまあ共通して言えるようなまあ注意点と重なる部分も多いんですけども、この背中をねダンベルで鍛える時のコツ、こういうところに気をつけてくださいというのをね、4つご紹介させていただければと思います。最初は一つ目なんですけども、これは胸の時も肩の時も言いましたけども、しっかりね重量を伸ばしていくというね意識を持っていただくということにあります。まあ今更説明も不要ですけども、しっかり重量を伸ばしていかないと効率よく筋肉は成長していてくれませんので、ダンベルで鍛える時もバーベルやマシンと同じようにしっかり重量は伸ばしていくんだという意識を持ってトレーニングをしていただければと思います。そして2つ目なんですけども、これはね特に背中のトレーニングで気をつけていただきたいんですが、フォームを安定させるということにあります。ダンベルの、まあ、例えば両手でやるベントオーバーローなんかは、上半身を倒した姿勢をですねしっかりハムストリングとお尻の力で支えなければいけませんし、ワンハンドローなんかでは高重量を扱いたいがために、体をね思いっきりひねってズルをしてね上げてしまう、そういう上げ方をしている方が結構いらっしゃったりします。なので背中のトレーニングに関しては、胸や肩のトレーニング以上にしっかりとねフォームを安定させる、自分の体を安定させた状態で動作を行うという意識を持っていただくことが効率のいいトレーニングのために重要になってきますので、しっかりね、体を安定させて動作を行うということは、意識をしていただければと思います。そして3つ目なんですけども、背中のトレーニングを行う際はなるべくねしっかりストレッチをかけていただくのをおすすめします。これもやっぱり重量が上がってくると、重量を伸ばしたいがためにね、あんまりこうダンベルをねしっかり下まで下ろさずに可動域が狭くなっていってしまう、そういう方がいらっしゃるんですけども、広背筋とかね僧帽筋といった背中の筋肉というのは、ぐーっとストレッチさせたところで負荷をかけてあげるということは効率のいい成長のためのコツになってますので、しっかりね、まあ片手でやるワンハンドローでもそうですし、両手でやるねダンベルローでもそうですけども、しっかりぐーっと下ろせるところまでダンベルを下ろして背中の筋肉をストレッチさせたところからしっかり引いてくるということを意識していただくだけでもかなり効率が変わってきますので、背中のトレーニングをやる際は特にこうしっかりね背中をストレッチさせてあげるということに、意識を持っていってあげると、効率よく鍛えることができます。そして最後4つ目なんですけども、まあこれもねおなじみのコツになりますけども、手首とか肘の角度を工夫していただくということにあります。これも今更説明不要かなと思いますけども、まあバーベルとの最大の違いですよね。バーベルだったら順手で持つか逆手で持つかの2択ですけども、ダンベルだったらもうね自由に角度を変えることができますので、ご自身のね鍛えたい部位によって、例えば順手で持ってちょっと肘を張ってね、ローイングを行っていただくと、僧帽筋といったね、上の方の上背部の筋肉に、よりね意識を持っていくことができますし、逆に、このニュートラルグリップ、両手向かい合わせのグリップとか、逆手で持ってね引いていただくと、今度は広背筋を鍛えやすくなったりとかね、そういう違いがありますので、ダンベルならではのね特性でありますこの手首とか肘の角度が自由に変えられるっていうところを活かしていただいて、ご自身の目的にあったね刺激がしっかり筋肉に入るように工夫していただければと思います。はい、今回はですねダンベルで背中を鍛える時のコツを4種類ご紹介させていただきました。しっかり重量を伸ばす意識を持っていただくということ、そして、フォームをねしっかり安定させる意識を持っていただく、
そして背中の時は特にですけども、ストレッチを意識していただく。そして最後、手首、肘の角度を工夫していただく。この4つ意識していただくだけで、トレーニングの効率全然違ってきますので、しっかりね、意識をしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。